ボーイング757イースタン航空の757から200ボーイング757はアメリカのボーイングが開発、製造した中型の双発ジェット旅客機である。ボーイング727の後継機として単中距離路線向けに開発された。ボーイングが開発したナローボディ機の中で最も大きく、 座席数は二百から二百八十九席、航続距離は三千百五十から四千百0回りである。二人乗務のグラスコックピットとターボファンエンジンを備え、空力抵抗を抑制できるスーパークリティカル翼型の設計が採用された。開発は、ワイドボディ総発機のボーイング七百六十七と同時並行で行われ、七百五十七と七百六十七でシステムを呼び、 操縦資格の共通化が図られた。757シリーズには、胴体長が異なる2つのモデル、757から200と757から300が存在する。最初に開発されたのは旅客型の757から200で、1983年に引き渡しが開始された。貨物専用型757から 200PF と、 価格混載型757から 200M は、757から200と共通の胴体を持ち、1980年代後半に登場した。1999年に初就航した、胴体延長型の757から300は、史上最も長い胴体を持つ、ナローボディ総発ジェット機となった。旅客型の757から200からは、 貨物専用機への改造も行われたほか、米国の C-32 のような用人輸送機や多目的機などの軍用の派生型、さらにはプライベート機や政府専用機なども作られ、輸送用途や研究用途に用いられた。装備するエンジンは、ロールスロイス製 RB211 シリーズ、またはプラットホイット2製 PW2000 シリーズのいずれかであった。 757はイースタン航空とブリティッシュエアウェイズによって1983年に就航した。旧式のナローボディ機を置き換え、米国の単中距離国内線やシャトル便、大陸横断路線などで一般的に使われる旅客機となった。1986年にはイタップスと呼ばれる双発機の長距離飛行に関する緩和要件が適用され、 大陸間路線にも就航するようになった。主な運航者は、米国の大手航空会社、欧州のチャーター便航空会社、貨物航空会社である。2014年10月までに757の機体損失事故は8件発生しており、うち7件は死亡事故である。757シリーズは54の顧客向けに、総計1050機が製造され、 2004年10月28日に生産が終了した。シリーズ中では757から200が圧倒的に多く913機が製造された。やがて旅客機需要の中心が小型機に移り757の販売が縮小したため、ボーイングは小型の737シリーズに力を入れ、757の生産終了時に直接的な後継機は、 開発されなかった。最終機は2005年4月26日に上海航空に引き渡された。757が生産されていた当時、日本の航空会社は、ボーイング機を好んで使う傾向にあったが、757に関しては、搭乗から生産終了までに1機も購入、使用されることはなかった。2018年7月の時点で666機が、 就航しており、最大の運用者は旅客型が、デルタ航空、貨物型が、フェデックスエクスプレスである。本校では、以下、ボーイング製の旅客機については、ボーイングという表記を省略して数字のみで表記する。また、エアバス製旅客機についても、同様に社名を省略する。例えば、ボーイング747であれば、 747、エアバス A320 であれば、A320 とする。727の後継機種構想757、開発の出発点となった、ボーイング727ボーイングでは、1963年に、単中距離向けのナローボディの3発ジェット機として727を初飛行させていた。727はジェット旅客機としては、 好調な売れ行きを記録し、胴体延長型の727から200も含めて、最終的には1832機の販売実績を有するベストセラーとなるが、より小型だが、運行乗務員が2人で済み、さらに総発エンジンのため燃費にも優れる737から200や、マクドネルダグラス DC-9 から40。 50シリーズとの競合もあり1974年頃には、売れ行きは鈍化していた。ボーイングは727を改良することで、さらに販売機数を伸ばせると考え、改良型として727から300の開発に着手した。この727から300は、胴体を延長した上でエンジンを低層音化し、 光着装置も四輪式にするなどの改良が加えられる計画で、これにより座席あたりの燃費を13%低減すると同時に年ごとに厳しくなる騒音規制をクリアすることができると考えられた。ボーイングでは727から300の開発に強い意欲を示し、原寸大の金属製モックアップの製作を進めていたが、1975年に入り、 ユナイテッド航空などのアメリカ国内の航空会社は727の300構想に対してその程度の燃費改善では新機材導入のコストをカバーするには不十分であり騒音規制への対応にも一時的にしか対応できず長く使い続けることのできる機体ではないという考えを示した。ボーイングは727から300構想にすでに5000万ドルの 資金を投入しており、モックアップも作成していたが、航空会社が727から300を好まないのであれば、この計画を破棄した上で、全く新しい機体を開発する方が、将来的にもメリットが大きいと考えた。このような事情から、727から300、開発計画は1975年8月には、正式に破棄されることになった。 7-7ルル構想当時、7X7 として開発が進められていた767。一方で、当時、ボーイングでは、ワイドボディジェット旅客機として、250席程度の座席数を持つ、7X7 の開発構想を進めていたが、これと同時に、将来にわたって長く販売を続けることが可能で、7X7 よりは、座席数の少ない新型ナローボディ旅客機を、 栄行開発するという発想が生まれた。この構想はルル、7-007と呼ばれることになり、1976年1月からルル、7-007計画の調査と研究が開始された。コンチネンタル航空は、当初727から300の設計に、フィードバックを行っていたが、7-007ルルの研究が始まると727から300への興味を失ってしまった。 727から300案を提示された他の航空会社も同案に大きな興味を示すことはなかった。一方で 7N7 案に盛り込まれた勾配パス比のターボファンエンジン、新しいコックピット、軽量化された機体、空力特性の向上、低運用コストという特徴に航空会社は関心を寄せた。これら7ノルマル7の新しい特徴は 7X7。 との並行開発によって得られるものもあり、7-7ルルは 7X7 とともに、ボーイングの将来を担う重要なプロジェクトとして扱われることになった。7-7ルルでは727の胴体設計を継承するものの、新設計の主翼と、勾配パス比のエンジンを採用することになった。まず最初にまとめられたデザイン案は、164席の客席を有する。 モデル761から161と呼ばれるもので、これは工具まで同じものが使用可能という在来機種との共通性を重視した結果、胴体は707.727737と同じ構造とされた。ただし、エンジンは双発とされ、胴体ビブに3発のエンジンを装備する727と比較するとスマートなデザインとなった。また、エンジンと 主翼以外にも垂直尾翼や膠着装置などに新技術が採用されていた。1978年1月にボーイングはイースタン航空とブリティッシュエアウェイズに対してこのモデル761から161の構想を説明した。この2社はかねてから727の発展型となる機体に関心を示していたのである。ところが この2社の要求はそれぞれ異なる内容であった。具体的には、イースタン航空が2クラスで165席クラスの機体を求めていたのに対し、ブリティッシュエアウェイズは単一クラスで190席クラスの機体を希望したのである。ブリティッシュエアウェイズは、イギリス政府との結びつきが強い航空会社であり、かつ、ヨーロッパの航空会社であることから、 エアバスの旅客機を購入することが求められていた。ボーイングもその事情を把握していたため、ブリティッシュエアウェイズの要望には特別な配慮を行っていた。ボーイングでは、できるだけ、この2社の要求に応えるべく、デザインの見直しを行い、2クラスで165席から175席、単一クラスで190席設置できるようなサイズに、改めたのである。 さらにこの頃のアメリカの大手航空会社は航空旅客数の増加に確信を持っておりアメリカ航空業界では機体は大きければ大きいほどいいという考え方が一般化していたそこでボーイングはさらに胴体を延長した上で180席を標準座席数とするデザイン案モデル761から177をまとめた 最終的にはこのデザイン案が開発のベースとなることになるが、提案当時は水平尾翼を垂直尾翼の上部に配置する T 字尾翼となっていた。これは727の尾翼部分の設計を一部流用することを考えていたためである。1978年には機体サイズが160隻の単動型7ノルマル。 7から100と180席以上の長胴型7、ノルマル7から200の2種類に絞り込まれた。同年8月31日に、イースタン航空から確定21機、ブリティッシュエアウェイズからは、確定19機の7ノルマル7から200を受注した、ことが発表された。これらの注文は1979年3月23日に、調印が行われ、 ボーイングは7-7ルルを757と命名することを公表して正式に開発を開始した。発注を受けてから開発開始までの期間が長かったのは767の開発を並行して進めるため開発作業のタイミングをずらす意図があったとされている。また、計画当初は757から100を最初に開発する予定だったが、 航空会社からの受注が得られず開発が中止された。757は在来期の727よりも高い収容能力と優れた経済性を持つ機体を目指して設計された。1973年の第4次中東戦争をきっかけに燃料価格が高騰し運用コストの上昇を懸念していた。航空会社は燃費性能の向上を求めた。 設計目標の中には燃料消費量の削減が掲げられ、削減方法と目標値は新エンジンの採用により20%、航空力学面での改善により10%とされた。より軽い材料と新しい主翼の採用も燃費性能を向上させると期待された。 最大離陸重量は727よりも 4540kg、大きい 99800kg に設定された。高い気温と高度のために離陸性能が低下する。高温、高地環境のために、ペイロード容量を向上させた重量型がオプション設定された。正面から見たトランサビアの757から200。胴体の輪郭。 翼の植え替えり図の RB211 エンジンが見える。エンジン数は3発、または4発の場合と比べて、燃費性能面で有利だという理由から創発とされた。ローンチカスタマーのイースタン航空とブリティッシュエアウェイズは、水力1 6 6トンのロールスロイス製 RB211 から535シーターボファンエンジンを選択した。 ボーイングの旅客機ではこれまで、米国製以外のエンジンを採用したローンチがなく、今回のロールスロイス製エンジン搭載仕様の受注によるローンチが、初めてのケースとなった。後に、米国のエンジン製造企業である、プラットホイットニーは 170kN の水力を持つ PW2000 型を実用化し、デルタ航空が1980年11月に、 発注した60機に搭載された。開発プログラムの初期には、ゼネラルエレクトリック社の CF6 から32の搭載も検討されたが需要がなく実現にしなかった。757は727の後継機と考えられており、当初は727との共通性が重視されたが、いずれ退役することが見込まれる727よりも、 同時進行で開発中の767との共通性を高めた方が良いと考えられるようになった。ボーイングはリスクを低減するため、そして開発費を節約するために、両機の設計作業を統合し、結果として、両機種は搭載機器や取扱い上の特性などが共通化された。767で採用されたコンピュータを用いた。 設計手法が757の設計でも取り入れられ、全体の3分の1を超える設計図がカナダドルで作成された。1979年の前半には757と767のコックピットが共通化され、両機で同じ軽機類やアビオニクス、飛行管理システムが採用された。 従来の機械式ケー類の代わりに合計6個のカラー CRT を配置して操縦士が把握しやすい情報提示を行うとともにコンピュータによる自動化を進めることで操縦士の作業負荷の低減やヒューマンエラーの防止が図られた。まだグラスコックピットという言葉もない時代であったがこの新しいコックピットシステムは それまで操縦士二人と航空機関士の計三人で乗務する必要があったものを操縦士二人のみで運行できるように設計された。757と767のコックピットの共通化はパイロットの操縦資格まで共通化することを視野に入れていた。通常、旅客機の操縦資格は機種ごとに取得することになるが、一つの操縦資格で2機種に 乗務できることになれば、ボーイングの顧客となる。航空会社側でも操縦士の勤務割り当ての自由度が増すことになり、メリットは大きくなる。この共通資格認定は1983年7月22日に認められ、地上での数時間の教習によって757と767の相違について学習することにより、双方の機種への乗務が認められることになった。 757と727の並び。727はエアードランティスの727の200。757はエアヨーロッパの757の200。757の主翼は、スーパークリティカル翼をもとに開発され、翼の上面のほぼ全域で揚力を発生できる、新しい翼型が採用された。 この主翼には767の主翼と共通の設計技術が用いられ、従来機より効力が低減されたほか、燃料タンク容量を増やすことができた。また、727よりも大きくなった翼服によって、誘導効力の発生が少なくなり、主翼の付け根部分が大きくなって、主脚の格納スペースが拡大したことで後に、胴体延長計を開発する際に役立った。 1979年の中頃になると727の面影を残す特徴であった TGB 翼を取りやめて胴体ビーブに水平尾翼を装備するデザインに変更された。この変更はディープストールと呼ばれる空力学的状態に陥るリスクを避けるとともに胴体後部の絞り込みを小さくして客室容量を増やす目的で行われた。 757から200の全長は47.32メートルで727から200から64センチメートル長くなったが、ビブのエンジンがなくなったことで客室に割り当てられるスペースはずっと大きくなり座席数は727から50席増えて239席となった。これで727から757に引き継がれた主要な特徴は 胴体断面だけとなった。一時は開発をワイドボディの 7X7 計画に一本化することも考えられたが結局ワイドボディ機とナローボディ機の両方を開発することになった。757をナローボディとしたのは主には効力を減らすためでイースタン航空とブリティッシュエアウェイズがナローボディ機の方が経済的だと主張したほかイースタン航空が シャトルビンを多数運行していたニューヨークのラガーディア空港は単通路機の乗り入れしか認められていなかったこともあり、ボーイングが予測した民間航空機市場においてナローボディ機の需要があると判断したことによる。1982年、ファーンボロに到着した757ボーイングは757の最終組み立てラインを707、727、 737を生産していたワシントン州のレントン工場に設けた。開発プログラムの初期にボーイングとブリティッシュエアウェイズ、ロールスロイスの3社は英国の航空機メーカーにも757の主翼の生産に参加するよう働きかけたが話はまとまらなかった。結局、主翼、機種部、尾翼を含む機体の約半分が ボーイングの自社設備で生産され、残りの部分は主に、米国を拠点とする、下請け企業によって生産された。フェアチャイルド社は、エンスラット、グラマン社は、フラップ、ロックウェルインターナショナル社は、手動体を生産、供給した。この新しいナローボディ機の生産立ち上げは、在来機種である727の生産縮小と、補償を合わせて行われ、 1981年1月に初号機の最終組み立てが開始された。ブリティッシュエアウェイズは RB211 エンジンを装備した757の最初の顧客となった。757のプロトタイプは1982年1月13日にレントン工場にてロールアウトした。この機体は r b 百十一から三十五 c エンジンを装備し、 計画よりも一週間前倒しされ1982年2月19日に初飛行が行われた。この初飛行では油圧低下の表示に続いてエンジンストールが発生した。ボーイングのテストパイロットはシステムによる診断内容を確認してからエンジンの再始動に成功し、以降は正常に飛行した。その後、この初号機は週7日のスケジュールで 試験飛行を行った。この時までに、エアフロリダ、アメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズ、デルタ航空、イースタン航空、モナーク航空、トランス、ブラジル航空の7社から計136機の受注を獲得していた。7ヶ月に及ぶ757の試験飛行には、初号機から5号機までの5機が投入された。試験内容には飛行システム、 推進システムの試験、高温、低温気象下での試験、路線実証飛行が含まれた。767の開発過程で得られたデータも活用された。設計上の問題点が洗い出された後、757の非常口ドアには取り扱いを簡単にするために二重バネ構造が採用されたほか、バードストライクに備えて胴体が強化された。 実際に製造された機体は当初の計画値よりも 1630kg 軽くなったほか燃料消費率が3%向上した。このことにより航続距離が200回に伸び、ボーイングはますます757の経済性を宣伝するようになった。1380時間の試験飛行の後、1982年12月21日に RB211 エンジン搭載再使用の757に対して、米国の連邦航空局の形式証明が交付され、続く1983年1月14日には、英国の民間航空局の形式証明を取得した。最初の引き渡しは、ローンチカスタマーのイースタン航空に対して1982年12月22日に行われた。 これは767の初引き渡しの約6ヶ月後のことであった。PW2037 エンジン仕様の最初の757は約1年後にロールアウトし、1984年11月5日にデルタ航空に対して引き渡された。イースタン航空は1983年1月に757の運航を開始した。 あとに757を大陸横断路線へも就航させた。イースタン航空は757の初の商業運航を1983年1月1日にアトランタ単波線で行った。1983年2月9日にはブリティッシュエアウェイズがロンドンベルファスト間のシャトル便に757を就航させ3発旅客機である。 ホーカーシドレートライデントを置き換えた。チャーター便を運航しているモナーク航空とエアヨーロッパもこの年の後半に757の運用を開始した。早くから757を就航させた航空会社では従来のジェット旅客機と比べて757は信頼性と静粛性能が向上していると評した。従来機種からの転換訓練によって パイロットが CRT を用いた新しいコックピットに対応するのを助けられ大きな技術的問題が起きることもなかった。イースタン航空は757は従来機よりもペイロード容量が大きく燃料消費が少なくまた運航乗務員が2人で住むことから運用コストが低減されることを認めた。757の座席あたりの燃料消費は 特に典型的な中距離フライトでは、707よりも42%、727よりも40%少なく済んだ。757のデビューは成功したものの、米国の航空自由化により、需要が小型機に移ったことに加え、燃料価格が下落した結果、1980年代の大半で販売が伸び悩んだ。直接的な競合機種は存在しなかったが、 マクドネルダグラス MD-80 などの150席級のナローボディ機は機体価格が低く757の座席配置によってはほぼ同数の乗客を乗せることができた。全く売れない期間が3年間続いたが1983年11月にノースウエスト航空から20機の注文を受けたことで生産ペースを下げずに済んだ。 1985年12月には貨物型の757から 200PF が発表され UPS 航空から20機受注したほか1986年2月には価格混載型の757から 200M がローンチされロイヤルネパール航空から1機受注した貨物型はメインデッキを貨物室としたタイプであり1987年9月に UPS 航空によって初就航した。過客混載型はメインデッキに乗客と貨物を収容できるモデルで、1988年9月にロイヤルネパール航空によって就航した。モナーク航空は757によるチャーター便の運航を1983年に開始した。1980年代後半になると、ハブ空港への路線集中が進み、 米国で空港の騒音規制が始まったこともあり757の販売が好転した。1988年から1989年の間に合計322機の受注を獲得し、そのうちの合わせて160機はアメリカン航空とユナイテッド航空からの受注であった。この時までに米国の短距離国内路線と 大陸横断路線では757が当たり前のように見られるようになり、老朽化した707や727、ダグラス DC-8、マクドネルダグラス DC-9 を置き換えた。757から200の最大航続距離は3900回リと727の1.5倍を超える長さとなり、航空会社は、 無着陸でより長い距離の路線に就航させることができた。さらに75、757は厳しい騒音規制が課せられた空港や、機体サイズに制限があった空港などからも飛び立つことができた。最終的に、デルタ航空とアメリカン航空は、それぞれ100機以上の757を就航させ、米国で最大の757運用車となった。 欧州では、ブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空、アイスランド航空が757の主要なユーザーとなった一方で、ルフトハンザドイツ航空など他の航空会社は、ナローボディキのニーズに対して757は大きすぎると考えた。1980年代の後半には、欧州の多くのチャーター便航空会社が757を採用して、 パッケージ旅行向けなどの便に使用した。アジアでは旅客数の多さから757より大きな機体が好まれたため受注数は少なかった。1982年における757の販売実績は潜在的顧客であった日本航空に発注を促すほどのものではなかった。シンガポール航空はアジア発の757ユーザーとなり、 インドネシアとマレーシアの路線に757を就航させたが、ちょうど5年後の1989年には、保有機種を240隻のワイドボディ機である A310 に統一するため、4機の757を売却してしまった。757は、中華人民共和国では、比較的受け入れられ、1987年に、中国ミ耳オ航空局が、 最初の発注を行った。中国での受注数は59機まで増えて、アジアで最大の市場となった。中国南方航空、中国西南航空、上海航空、アモイ航空、中国新疆航空ら中国の航空会社は757を中距離国内線で使用した。1986年に FAA は757に対して、イタップスと呼ばれる。 長距離飛行に関する規制緩和要件を認可し、北、大西洋横断路線へ就航させられるようになった。この規制緩和は767が先行事例となり、まず、RB211 エンジン仕様の757に対して認証が交付された。イタップスは、着陸可能な飛行場が近くにない洋上路線などを飛行する、送発機に対する安全規格であり、 この要件の下で、米国の航空会社は757を中距離国際線にも就航させるようになった。757の開発当初において、太陽横断路線への就航は想定されていなかったが、北米の大陸横断路線で蓄積された、信頼性性能に基づいて、規制当局の認可が下された。PW2000 シリーズエンジン仕様の757。 に対するイタップス認証は1990年4月に交付された。1990年代の前半、FAA やアメリカ航空宇宙局や国家運輸、安全委員会などの米国の政府機関は757の公表乱気流特性について調査を始めた。757のすぐ後ろを飛行していた小型のプライベート機が 操縦不能に陥り墜落した例など死亡事故2件を含む事故が続いたほか小型機が757の背後を飛行中に予期しないローリング運動を起こすという報告を受けた調査であった調査団は757の主翼形状に着目して調査を行ったところ離陸中や着陸中のある特定の状況において より大型な767や747以上に、翼端の下流が強くなる可能性があった。これは試験飛行の時点では見過ごされていた。また、他の試験結果からは、確定的な結論を出せず、各政府機関の間で論争を引き起こした。結局、FAA は1994年と1996年に、航空交通管制の規制を改定し、 757の直後を飛行する場合は、大型機に分類される他のジェット機よりも、間隔を大きく取ることになった。このため、FAA の分類規定において、757は13万6キログラムに満たない、航空機で唯一、ヘビージェットに分類されることになった。1990年代の前半には757の生産が年間100機となり、 ピークを迎え、この間に、発展型の検討も始められた。757は、ボーイングの単一ロジェット機の中で、10年以上に、わたって、発展型が存在しない、唯一のモデルであり、航続距離延長型の757から 200X や、胴体延長型757から 300X の、噂がたびたび流れたが、公式な発表は行われていなかった。 1980年代、エアバスが A320 の開発を始めようとしていた時期には、対抗する商品として、単動型として757から50を検討していたが実現にしなかった。一方、欧州のチャーター便航空会社のは、座席定員を増やした胴体延長型に特に興味を示し、そのような機体ができれば757の特徴である。 長い航続距離をもっと活かすことができると考えた。胴体延長モデルが実現すれば、チャーター便航空会社のニーズに応えられるほか、767から200より低い運用コストで、同等の乗客数を乗せられる機種が、ボーイングのラインナップ加わることになり、座席数185席のエアバス A321 の航続距離延長型にも対抗できる可能性があった。 1999年3月にコンドル航空は胴体延長モデル757から300の最初の運航会社となった。1996年9月2日、チャーター便航空会社のコンドル航空から12機の発注を獲得し、ボーイングはファーンボロー国際航空省において胴体延長型の757から300の開発を発表した。 757から200のローンチ後1 8年ぶりの発展型の開発となった。この新型機は757から200よりも胴体が7.11メートル長くなり、座席数を約20%、貨物室用席を約50%拡大できる機内空間が生み出された。ボーイングは757から300の設計機関を 同社史上最短にすべく開発に取り組み、ローンチから形式証明までに要した時間は27ヶ月であった。開発上、コスト上の問題から大規模な改良は行われず、7 3 7十七ネクストジェネレーションシリーズで採用された、新コックピットの採用も見送られた。この動体延長モデルは、 改良されたエンジンと強化されたアビオニクスを搭載し、内装も再設計された。757から300の初号機は1998年5月31日にロールアウトし、同年8月2日に初飛行した。1999年1月に形式証明を受領し、1999年3月19日にコンドル航空が初就航させた。 757から300はアメリカントランス航空、アルキアイスラエル航空、コンチネンタル航空からも受注した。ボーイングでは、この757から300については75、757から200のリプレースを行う機材ではなく、757から200と767から300の隙間を埋める、全く新しい機体としていた。しかし、 757から300の販売は低調で、最終的に合計55機が製造されるにとどまった。ボーイングは767から200のに、大顧客であったアメリカン航空とユナイテッド航空に、後継機として757から300を売り込もうと、したが、両者とも新型機の話に乗れるような財務状態では、なかった。他のチャーター便航空会社へも売り込みをかけたが、 新たな受注につながらなかった。757から300を市場投入したにもかかわらず、1999年11月までに販売が先細りし、受注残が減少したことを受けてボーイングは757の生産率を減らすことを検討し始めた。757計画は、財務上は成功を収めたが、2000年代の初めには、 受注が伸び悩んで生産の継続が危うくなってきた。航空会社は財務リスクが低下したことによって、再び737や320といった757より小さい期待を求めるようになっていた。航空業界の景気が後退していたことに加え、機体年齢が比較的若い757が多く就航していたことも買い替え需要を少なくした。 2000年には、エア2000と、コンチネンタル航空が興味を示したことを受けて、ボーイングは長距離型の757から 200X を開発するかどうか、再検討した。提案された派生モデルは、補助燃料タンクを追加するとともに757から300から、主翼と降着装置を改良することで、最大離陸重量を増やし、 航続距離を5000回り以上に伸ばすというものであった。しかし、この提案は受注を得られることはなかった。2001年3月には、ボーイングは中古の757から200を貨物用の757から 200SF に改造して DHL 航空に初めて引き渡した。この757から 200SF は、ボーイングが旅客機から、 貨物機への改造事業に初めて進出した事例となった。2005年に上海航空は757の最終号機を受領した。757に対する航空会社の興味は失われる一方で2003年には販売キャンペーンがリニューアルされ新規受注が5機しかなかった757から300と757から 200PF に 販売の軸足が移された。さらに、姉妹商品であるはずの767も、767から、400ER では777と同様の、グラスコックピットを採用したため、これまで通り757と767で、共通という操縦資格を維持するためには、グラスコックピットでありながら在来型の景気表示での、様式が必要となった。 合理的な手段としては、767から 400ER 以外の767についても、グラスコックピットの様式を揃えることが考えられ、実際に2003年からは767から 200ER767 から 300ER でも、コックピットを767から400と、同様式とすることになった。このような状況下で、757は、 ボーイングの旅客機の中で取り残され孤立した状態にあると見られた。その後、コンチネンタル航空が発注済みの757から300のうち、未受領分を737から800に切り替える決定をしたことを受けて、2003年10月16日、ボーイングは2004年末で757の生産を終了することを発表した。1 5 0番目となる。 最終機は、上海航空向けの757-200で、2004年10月28日に、レントン工場での生産工程を完了し、2005年4月26日に、納入された。ボーイングは757の、生産プログラムが終了したのに合わせて、レントン工場の737型機の、組み立てラインを整理、統合し、 生産設備を40%縮小して人員を多施設に移した。757の生産終了後も特に米国ではほとんどの機体はそのまま商業運行についていた。しかし2004年から2008年の間にかけて燃料価格が跳ね上がり航空会社は保有機材の燃料効率を改善する必要性に迫られた。そこで ボーイングは 737NG で採用されたブレンデッドウィングレットと同様のものを757に追加装備できるようにした。757から200へのウィングレットの取り付け回収はアビエーションパートナーズ社によって行われることになり2005年5月に FAA からの認可が下りた。757から200のウィングレットを発注したのはコンチネンタル航空であった。 このウィングレットによって誘導効力が減少して燃料効率が5%向上し航続距離が200回に延長した757から300へのブレンデッドウィングレット追加回収についても2008年に FAA から認可され回収作業はアビエーションパートナーズ社によって行われた757から300のウィングレット回収第1号は757から 200と同じくコンチネンタル航空の機体で2009年2月に就航を開始した。コンチネンタル航空のウィングレット装着機757から300。ウィングレットにより誘導効力が減り燃料効率が改善される。2010年代には757は米国の全レガシーキャリアがまとまった機数を運用している唯一のナローボディ機となった。 757の持つ収容能力と、航続距離性能に肩を並べられるほどのナローボディ機は、依然として存在しなかった。航空会社が757を置き換える際には、座席数が少なく航続距離が短い機種を選ぶか、大型で、航続距離が長いワイドボディ機を選ぶかのいずれかを、強いられた。1989年に登場した。 スポレフツ -204 は757に近い、設計のナローボディの総発ジェット旅客機で、座席数200席のバージョンが存在したが、主にロシアの航空会社向けと見られていた。ボーイング社内では、215席で、航続距離3200帰りの737から、900ER が757から2 0に最も近い機種とみなされた。 ボーイング関係者は2011年に757の後継機となる200席級の旅客機の開発に取り組む計画はないと述べた。その代わり、737から700と737から800でカバーしていた座席数145から180席の市場向けにコードネームボーイング y 1と呼ばれる新型旅客機が検討されていた。 Y1 の胴体延長モデル、または787の中距離バージョンが実現すれば757の後継機となる可能性があった。しかし、2012年に Y1 プロジェクトは棚上げされ、737に新エンジンを採用して再設計する 737MAX を開発することが決まった。 ボーイングは7 3 7ックスの最大モデルで757の代替市場の大部分をカバーできるだろうと考えた。それと同時に、ボーイングは大西洋横断路線を想定した757の長距離型の後継機に関する研究を行っていることを明らかにした。上から見下ろしたエチオピア航空の757-200、ロンドンヒースロー空港にて、 757は主翼を低翼に配置した単容機であり、胴体尾部に水平尾翼と垂直尾翼を直接取り付けた通常の尾翼構造を持つ。主翼の翼型はスーパークリティカル翼型であり、スポイラーを6枚備え、高揚力装置として前縁にスラットが5枚、後縁にシングルスロッテッドフラップとダブルスロッテッドフラップがあるほか、 外翼部にエルロンを備える。主翼の大部分は757シリーズで共通であり、25度の高体格を持ちマッハ0.8での巡航に最適化されている。25度という高体格は浅いものであるが、これによって内側のエルロンが不要となり、飛行経路のほとんどが上昇と下降で占められる単、中距離路線においては効力によるデメリットもほとんど。 問題にならない程度である。機体には複合材料と高強度アルミニウム合金が採用され、機体重量が約9 0 0ラム軽減された。使用された複合材料には主に炭素繊維強化プラスチックとケブラー強化複合材料で、昇降だ、方向だ、エルロン、スポイラー、エンジンカウル、エルロンカバー、足角のオシのドア、 点検用パネルなどに使用された。使用された炭素繊維は日本の通れから提供された。着陸のためのファイナルアプローチに入ったユナイテッド航空の757から200を真下から見上げる。降着装置を下し、フラップとスラットを展開している。757の降着装置は引っ込め式のものを前輪式に配置され、二十七では二輪式だった。 主脚が四輪式に変更された。胴体延長型の757から300については、離着陸時にビブが地面に当たるのを避けるため、従来のボーイング製ナローボディ機よりも降着装置の足長が長い。1982年には757から200はアオンソクジェット機として初めてカーボンブレーキがオプション設定された。 アメリカン航空の757から200のコックピット CRT ディスプレイが配置され、パイロット2名での運航を可能にする設計がなされた。操縦室の軽機類は、ロックウェル・コリンズの電子飛行計器システムを採用し6個の CRT ディスプレイが配置される。パイロットが航空機関士に頼らずにモニタリング作業を行えるように、 767と同じくエンジン景気、乗員警告システムが標準装備された。757の飛行管理システムは、初期の747に装備されたシステムに改良を重ねたものであり、後方をはじめ初機能が自動化されたほか、自動着陸システムによって、指定150メートルの視界不良状態においても、カテゴリーフィブ景機着陸が容易になった。 757から200で搭載された完成後方装置はレーザージャイロスコープを使用した最初の事例となった。757から300では操縦室のアップグレードが行われ、ハネウェル社のペガサス飛行管理コンピュータとアイカスの改良版が搭載され、各種ソフトウェアシステムのアップデートも行われた。 操縦室を767と共通化するため、757の機種は従来のナローボディ機と比べて丸みを帯びた形状となった。このことによって操縦室内の空間に余裕が生まれ、ケーキパネルの視界を遮るものがなくなり、オブザーバーシートの空間も得られた。また、757と767とでパイロットの視界を揃えるために、757では、 コックピット全体を下に二度傾けた上で客室より少し低く配置されたほか、コックピット正面の二枚の窓を七百六十七と同一にし、残りの窓についても、胴体形状と辻褄を合わせつつ、形状や配置が工夫された。七百五十七と七百六十七で、アビオニクスとコンピュータシステムが共通化されたほか、七百五十七の補助動力装置、 電力システム、操縦室、油圧系の部品には767と同じものが採用された。757と767の間では飛行特性を揃える工夫がなされ、パイロットの操縦資格も共通化された。757のパイロットは767も運行可能な共通資格を取得できることで、両機種を運用する。 航空会社では操縦士の勤務割り当ての自由度が増すことなどからコストが低減される757には独立した3系統の油圧システムが搭載され2機のエンジンで油圧1系統をそれぞれ駆動し最後の1系統は電動ポンプで駆動される緊急時に操縦を行うために最低限必要となる電力を供給するため ラムやタービンも装備されている。従来の機械的なケーブル類に代わって、電気的信号により操作する、フライバイワイヤーの基本型が、スポイラー操作系に採用された。このフライバイワイヤーシステムは767と共通のもので、このシステムにより、機体重量が低減されたほか、個々のスポイラーを独立して操作可能になった。また、 757をイタップスに適合させる際には、信頼性向上のために、油圧モーター発電機のバックアップと、電子機器収納区画の冷却ファンの予備が追加された。エチオピア航空が運航する757から200のエコノミークラスの様子。中央の通路を挟んで座席が3席ずつ配置されている。座席配置は、 中央に通路を挟んで一列あたり六席まで配置可能である。757は当初平均2時間程度のフライトが最適になるように設計された。客室には空間をより広く感じられるような内装デザインや照明が取り入れられた。座席上の荷物棚は767と同様にガーメントバッグを収納できるものが採用され、 727と比べて2倍の大きさになった。エコノミークラスの最後尾には767と同様にギャレーが標準装備された。機体重量を低減するため内装パネルや荷物棚にはハニカムサンドイッチ構造材が使用された。着水した時に備えて757の乗降口には747に見られるような脱出用スライドと 救命いかだが一体になった緊急脱出装置が採用された。1980年代には、ボーイングは自社の他のナローボディ機についても757と同様の内装デザインに改めた。1998年に登場した757から300では内装が再設計され、737、NG シリーズや777に類似したデザインが、 採用された。間接照明が採用されたほかオーバーヘッド瓶が従来より大型になり、瓶の下部には乗客が移動しやすいように手すりが取り付けられた。通路の天井にはセンターラインストレージコンテナが取り付けられ、予備の救命いかだなど非常用装備が追加された。 この757から300の内装は、後に757から200の新造機でもオプションとして取り入れられた。その後、車輪付きのスーツケースが一般に広まったことを受けて、デルタ航空は2000年に保有している757から200のオーバーヘッド便の大型化回収を行い、続いて2001年にアメリカン航空も同じ回収を行った。 この荷物棚の大型化改修は、天井パネルや照明の改良を含むアフターマーケットでの内装アップグレードの一環として行われた。757の化粧室には、日本の横浜ゴム製のユニットが採用され、同社から独占供給されたほか、内装リニューアルのための改良版ユニットも、同社から発売された。 アメリカン航空の757から200、757は標準型の757から200と胴体延長型の757から300が生産された。まず、基本モデルとなる旅客型の757から200が登場し、後に、その発展型として、貨物型の757から 200PF と757から 200SF 並びに、 価格混載型の757から 200M が登場した。胴体延長型の757から300は旅客型のみ存在する。ボーイングや航空会社では機種名と派生型の識別名をまとめた短縮表示を使うことがある。国際民間航空機関では757から200を基準として757シリーズを 分類しており757から200は B752、757から300は B753 というコード名が使われている。標準のドア配置。タイプ A ドアは最前部、主翼前方と最後部に設置、主翼後方にタイプ I の非常口が一つ改良型。タイプ A ドアは最前部、 主翼前方と最後部に設置、主翼上にタイプ3の非常口が2つ757から200はシリーズで最初に開発され、1983年に初就航した。757から200のローンチ当初の側面の扉配置は、最前部、主翼前方を最後部に上降用ドアを配し扉下端が床面となる大きさの非常口を、 主翼後方に設けていた。しかし、デルタ航空へ納入された機材では、主翼後方の非常口に変えて、主翼上に小型の非常口を2つ設置する仕様となった。この仕様では座席を8席増加させられるため、以後は、この仕様が主流となった。最初に757から200に採用されたエンジンは、 RR 社の RB211 から 535C であるが、1984年10月に RB211 から 535E4 にアップグレード更新された。他に搭載されているエンジンは、RR 社の RB211 から 535E4 バイト、P&W 社の PW2037 と PW2040 である。 757から200は、単、中距離路線向けに設計されたが、実際の就航後は、高頻度のシャトルビンから、大西洋横断路線まで幅広い役割を担った。1982年に、イタップス認証を取得した後、ATA 航空は757から200を、米国の通ンホノルルビーに投入した。21世紀入って、米国の大手航空会社は、 欧州と米国を結ぶ大西洋横断路線に757の200を就航させ、特にワイドボディ機を用いるほどの旅客需要がない小都市間の路線に用いられた。757から200は757シリーズ中で最多となる913機が製造された。757シリーズで最後に生産された機体もこのタイプで 2005年4月26日に顧客へ引き渡された。UPS の757から 200PF757 から200の貨物専用型として製造され、1987年に UPS 航空が初就航させた。PF はパッケージフラーテルの頭文字である。小口貨物の速達事業者向けに開発され、 メインデッキの貨物搭載容積は187立方メートルで、航空貨物コンテナ、またはパレットを15個まで搭載可能である。また、胴体下部には52立方メートルの貨物スペースがあり、バラ積み貨物を搭載できる。コンテナ重量を含めた、積載可能重量は、最大で 39,780kg である。 757から 200pf の最大離陸重量は1 1 5 6 6 8ラムで最大積載時の最大航続距離は3,150回りである。757から 200pf は貨物専用機であり乗客がいないのでイタップスの規制を受けることなく大西洋横断路線に着くことが可能である。搭載されているエンジンは RR 社の RB211 から 535E4 バイト、P&W 社の PW2037、PW2040 のいずれかである。757から 200PF には、メインデッキの貨物を搭載するため、上側に開く大型の貨物扉が、胴体前方の左舷に設けられている。また、この機種には、乗客用のドアや、客室窓、 乗客用設備が一切なく、乗務員用のドアが貨物扉の前方に設置されている。メインデッキの貨物室の床面はガラス繊維を用いた複合材で強化されているほか、貨物がコックピットにぶつかるのを防ぐための防護壁が設けられている。大西洋横断路線向けの追加装備として、UPS 社が保有する757から 200PF では、 補助動力装置がアップグレードされたほか、貨物室に追加の消火装置が搭載され、オプションの燃料タンクが、胴体ビブの下部に追加された。757から 200PF の総生産数は80機で、ある。ネパール航空の757の 200M。タラップの左側に、貨物ドアが見える757から 200M は、メインデッキに貨物と乗客を収容できる。 火却混載型として開発され、1988年に、ロイヤルネパール航空が就航させた。このタイプは757から 200M、コンビとも呼ばれ、扉と窓の配置は標準型の757から200を踏襲しているが、757から 200PF と同様の貨物扉が設置されている。貨物扉の設置位置は、胴体下限の最前部と、 主翼前方のドアとの間にあたり、この貨物扉にも窓がある。ネパール航空は、ヒマラヤ山脈のふもとに位置する、トリブバン国際空港からの旅客、貨物の運送需要を満たすため、757から 200M を発注した。この派生モデルは737や747で作られたコンバーチブル型に倣って開発され、2個から4個の 貨物パレットをメインデッキに搭載でき、残りのスペースを客席にすることで123席から148席まで設けることが可能である。757から 200M は、ネパール航空が発注した1機のみが製造され、エンジンには、RR 社の RB211 から 535E オンを採用し、最大離陸重量は10万9キログラムである。 2010年10月に、ペムコワールドエア、サービス社とプレシジョンコンバージョンズ社は、旅客型の757から200から、コンビ仕様への改造事業にそれぞれ乗り出した。また、VT システムズ社も類似した、改造事業を2011年12月に開始した。これら3社による、改造事業は、機体の前方に、貨物パレットを10個まで搭載できるよう改造し、 残りのスペースに45席から58席程度の座席を配置するというものである。757コンビ改造機の顧客は、エアトランスポート、サービスグループ、ナショナル航空、ノースアメリカン航空である。DHL の757から 200SF757 から 200SF は、旅客型の757から200を貨物用に改造したもので、 2001年に DHL 航空が就航させた。SF はスペシャルフラーテルの意味である。ボーイングの一部門である、ボーイングエアプレーンをシライブスが改造した上で、DHL アビエーションにリースする契約となっている。また、イスラエルエアロスペースインダストリーズ社、プレシジョンコンバージョンズ社、ST エアロスペース社も75、757から200、SF への改造を受け負っている。 改造は、旅客用設備を撤去した上で、メインデッキの構造を強化し、胴体下舷前方に757から 200PF と同様の貨物扉を設置する。前方の2箇所のドアを残し、メインデッキに757から 200PF より1つ、少ない14個の貨物パレットを搭載可能である。動物を搬送するための環境調整機能を備えた機体もある。 2006年9月には、フェデックスエクスプレスは2億6000万ドルで757の貨物改造機を80機以上導入し、727貨物機を置き換える計画を発表した。2014年2月には、貨物パレットを15個搭載できる仕様についても発表されている。ノースウエスト航空の757から3 757から300は、 胴体延長型として開発され、1999年にコンドル航空が初就航させた。757から200の胴体を7.11メートル延長したストレッチ型である。全長54.43メートルは、ナローボディ旅客機としては、旅客機史上2番目の長さとなり、ナローボディ総発旅客機に限れば最長である。 チャーター便運行会社向け機材として、また、767から200の低コスト、代替機として設計され、胴体が、主翼の前後で延長されたが、基本設計は757から200と共通である。757から300の扉配置は、左右側面それぞれに4箇所の乗降用ドアと、主翼上の非常口1箇所が設けられており、289名までの、 乗客を乗せることができる。最大離陸重量は 123,600kg で、最大航続距離は 6,287km で、ある。エンジンは、RR 社の RB211 から 535E4 バイトと、P&W 社の PW2037、PW2040、PW2043 が採用されている。 胴体延長に伴い、引き起こしの際にビブが設置することを防ぐために、胴体ビブにテールスキッドが装備されているほか、重量増加に合わせ主翼の構造強化されている。同じ時期に開発された767から 400ER ではコックピットが一新されたが、757から300ではコックピットについては、大きな変更は行われていない。コンドル航空は、 カナリア諸島などへのレジャー旅行者を対象に低コストで大量輸送を行うためにマクドネルダグラス DC-10 の代替機としてこの757から300を発注した乗客が757から300に搭乗し終えるまでの時間をテストしたところ757から200より最大8分長くなる場合があったことからボーイングとコンドル航空は 胴体が長い機体の乗降時間を短縮するためのゾーン別登場方式を開発した。757から300は、コンチネンタル航空のスウエスト航空といった、米国の大手航空会社のほかアイスランド航空、アルキアイスラエル航空や、チャーター便運航会社のコンドル航空や、トーマスクック航空で採用された。 757から300は55機が製造された。757から200ともに製造を終了し、最終機は2004年4月27日にコンチネンタル航空に納入されている。757は政府専用機、軍用機、プライベート機などにも採用され、用心輸送の他航空機の研究のためにも使用されている。 これらの派生機のベースには757から200が用いられている。757を政府専用機として最初に採用したのはメキシコ空軍で1987年11月に VIP 仕様の757から200を受領した。アメリカ空軍の C-32。757の派生型でアメリカ合衆国副大統領の移動に用いられる。 2009年にニュージーランド空軍は保有する757のうちの1機を初めて南極大陸に飛ばした。757から200は常述以外にも洋人輸送に使用されておりアルゼンチン空軍とメキシコ空軍はそれぞれの国の大統領専用機として757を運用している。ロイヤルブルネー航空の757の200は 1980年代から1995年にカザフスタンに売却されるまでのアイダブル名国王の移動に使用されたほか、サウジアラビア王室は757-200を空飛ぶ病院としてもいている。2016年アメリカ合衆国大統領選挙の候補者であったドナルド・トランプが所有していた757-200、トランプ・フォース・アンまた、 ビジネスジェットやプライベート機としても使用されており、2004年、アメリカ合衆国大統領選挙では、候補者のジョン・ケリーが選挙期間中に、フリーダムバードとニックネームをつけた757から200型機をチャーター使用したほか、2008年、アメリカ合衆国大統領選挙の期間中には、上院議員だったバラク・オバマが、 ノースアメリカン航空の757から200をチャーターして使用した。2008年にはヘビメタルバンドアイアンメイデンが世界ツアー用に757をチャーターし、バンドのメインボーカルを務めるブルース・ディ・ッキンソンがエド・フォース・ワンと命名された、この機体を自ら操縦した。アメリカ大統領で不豪のドナルド・トランプは2015年9月から757から、 200をプライベート機として使用しており、この機体は大統領専用機のエアーフォース1にあやかり、トランプフォース1と呼ばれている。なお、大統領就任中は大統領専用機である VC-25A が使用されている。2018年7月現在、666機の757が民間路線に就航し、北米、南米、欧州、アフリカ、 アジアの航空会社で運用されているが、日本の航空会社では757を運航していない。旅客型の最大の運航車は、デルタ航空で127機を運用している。かつては142機を運用していたアメリカン航空が首位に立っていたが、同社は運用する757の搭載エンジンを統一するため買収した。 トランスワールド航空から引き継いだ機体を代役させ、そのうち17機をデルタ航空が引き継いだことで、首位の座がアメリカン航空からデルタ航空に移った。さらに、デルタ航空は2008年10月にノースウエスト航空と合併し、ノースウエストが保有していた61機がデルタ航空に引き継がれ、2010年頃には同航空の運用数は196機となった。 貨物型の運用数が最も多いのはフェデックスエクスプレスで2018年7月の時点で111機を運用している。その他、UPS 航空が75機を運用しているほか、DHL 航空とその関連会社で約30機が運用されている。757の ローンチカスタマーであったブリティッシュエアウェイズは757から200を2010年11月に引退させるまで27年間運用した。同航空は757の引退記念として最後まで運航した3機のうちの1機に対して757が初就航した1983年当時の塗装に復刻して2010年10月4日に公開した。 ただし、その後も、同社参加のオープンスカイズでは757の運行は継続された。これまでに合計1049機の757が生産、納入された。なお、757から200の1号機は顧客には渡されず試験用機体として、ボーイングが保有しており、これを含めると総生産数は1050機である。1994年に、 高松空港に飛来した中国西南航空の757-757は日本の航空会社による発注導入が一気もなく生産終了を迎えたが一方で同時期に開発された767は登場後まもない1980年代前半から急速に日本の航空会社での導入が進んだ 日本の航空会社が767を選択した主な理由の一つとして767の開発、製造に日本の航空工業界が参画していたことが挙げられている。757は海外から日本への飛来数も多くなく1982年8月にデモフライトで新東京国際空港を訪れたのが初飛来となったが以降 1987年9月に、ブルネー王室のチャーター便として、ロイヤルブルネー航空の757が、来日するまで、5年以上も日本には、飛来実績はなかった。その後も年に数回程度チャーター便で来日する、程度で、定期便として757が日本へ就航したのは、1994年10月に、ロイヤルネパール航空が757の 200M で、 関西国際空港への路線を開設したのが初めてとなった。757の収容力や航続距離ではアメリカやヨーロッパからの長距離定期便には向いていないため757が定期便で日本に乗り入れる可能性があるのはアジア地域の航空会社に限られる。その中でも定期路線運行の機材として757で日本に乗り入れを継続している。 航空会社が少なく、2003年9月までに、定期便に757を使用して乗り入れていたのは一時的な、機材変更を除けば、前述のロイヤルネパール航空と UPS しかなかった。その後、2003年9月30日から、ノースウエスト航空が、成田国際空港から、アジア地区やグアム、サイパンへ向かう路線に就航させるため、それまで、 同様の目的で使用していた A320 に代わって5機の757を成田に常駐させたことで日本の空港を拠点とした757の運航が行われるようになった。その後、ノースウェスト航空がデルタ航空と合併した後も日本発着の757の運航は続けられ、2014年12月にはデルタ航空は 成田空港に757を含む機材の整備拠点を開設している。しかしその後、2018年1月に成田グアム路線が運休、さらに同年5月6日をもって成田サイパンパラオ路線が運休となり、デルタ航空は日本ミクロネシア間の定期便運航から撤退した。757はアメリカやヨーロッパのみならず、 南アメリカでもメジャーな存在であったにもかかわらず、日本においてはなかなか見ることのできない航空機であったことから、日本の航空ファンからの注目を集めた。1987年12月にロイヤルネパール航空が民間チャーター便を名古屋空港発着で運航した際には、日本発着の民間チャーター便としては、初めて757を使用したこともあり、 ツアーの旅客数並みの航空ファンが名古屋空港を訪れたという。イカロス出版の雑誌月刊エアラインには日本にチャータービンなどで飛来した航空機の写真を掲載する平行き王国というコーナーが存在するがこのコーナーを10年以上担当している編集者によれば757が飛来すると写真の投稿数が増加する傾向があり 日本への757での乗り入れ実績が多い航空会社のチャーター便であったとしても757であるというだけで写真投稿数が増えたという2014年10月現在757が遭遇した航空事故ハイジャックは合計24件でうち8件は機体損失事故である7件の墜落と11件のハイジャックにより 合わせて574人の乗員、乗客が死亡した。757が関係する最初の死亡事故は1990年10月2日に発生した1990年杭州、白雲空港衝突事故である。ハイジャックされたアモイ航空の737が中国の杭州白雲国際空港で着陸に失敗し、 離陸のために待機していた中国南方航空の757に衝突し、乗員、乗客122名のうち46名が死亡した。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件では、ハイジャックされたアメリカン航空77便が、米国のバージニア州アーリントンにあるペンタゴンに激突し、搭乗者64人全員と地上にいた125人が、 死亡したほか、同じくハイジャックされたユナイテッド航空93便が、ペンシルベニア州シャンクスビルの郊外に墜落し、搭乗者44人全員が死亡した。詳細は、アメリカン航空77便テロ事件を呼び、ユナイテッド航空93便テロ事件を参照。ヒューマンエラーが関係する事故も起きており、1995年12月20日に、 飛行制御装置に誤った入力がされ、飛行コースを外れたアメリカン航空965便が、コロンビアの仮近郊の山に衝突し、4名が負傷、乗客151名と、乗員8名が死亡したほか、2002年7月1日には、航空交通管制のトラブルによって、ドイツのバーデンビュルテンベルク州、ユーバーリンゲン上空で、DHL の757とバシキール航空の、 スポレフスマイナス154が空中衝突を起こし、757の乗員2名と、スマイナス154の69名が死亡した。機体の整備が不適切であったために、パイロットが時期の状態を見失い事故に至った例としては、1996年2月6日、トミニカ共和国プエルトプラタで発生した189名の、 乗員乗客全員が死亡したバージェン航空301便墜落事故と、1996年10月2日にペルーのリマ近海で発生し、搭乗者70名全員が死亡したアエロペルー603便墜落事故がある。バージェン航空の事故に関しては、事故機が長期間中期された際に、ピトー管に異物が入り込むのを防ぐためのカバーを、 装着されていなかったことが判明している。一方、アエロペルーの事故では、ピトー管の制圧口に貼られた保護テープを、剥がし忘れていた。757の高氷乱気流が原因とされる、事故も発生しており、2機のプライベート機が墜落した。1992年12月18日、セスナサイテーションが、モンタナ州ビリングスローガン国際空港の近くで、 墜落し、搭乗者6名全員が死亡。また、1993年12月15日には、IAI ウェストウィンドが、カリフォルニア州のジョンウェイン空港の近くで墜落し、搭乗者5人全員が死亡した。両機とも75、757の後方3回り以内を、飛行していた。この後、FAA は、小型機が757の直後を飛行する際は4。 内視5回里の間隔を取るよう規制を変更した。1999年9月14日には、スペインのジローナ・コスタブラバ空港の近くで、ブリタニア航空の 226A 便が激しい雷雨の中で墜落し、胴体が複数に分解したが、搭乗者245名全員が救助された。2010年10月25日には、アメリカン航空の1640便が、 米国のマイアミからボストンへ向けて高度3万1000フィートを飛行中に0.61メートルに渡り胴体の一部を損失したが無事にマイアミ空港に引き返したこの件について調査が行われた後 FAA は米国で757を運航している航空会社に対して定期的に胴体上部に対して構造疲労に関する点検を行うように指示を行った ありがとうございます。